んにちは、ファミ通アップのさあやです。そしてはい、NHN のムハハーンです。ん？ NHN の先日ニコニコ超会議で発表させていただいたんですけれども、はい、ファミ通アップからコンパスの運営となりました。ロールチェンジ、ロールチェンジでございます。ムハハーンロールチェンジということで、今日は超会議で発表された新コラボのご紹介をしていこうと思います。よろしくお願いします。鏡音りんちゃんです。りんちゃん、かわいい。モーションかわいいよね、この、うん、こういうの。顔も今の顔めっちゃ好き。あのバッテンじゃないけど、そうそうそう、あの顔めっちゃ好き。あ、かわいい。ミクにもこういう表情あったと思う。攻撃 1.15、うん、防御 0.75、うん、体力 0.75 となってるので、ヒーロースキルが一時周囲味方の攻撃力と防御力を超アップ、うん、味方を強化するようなヒーローになってるので。そうなんですね。まあステータスはこんな感じ。なるほどなるほど。サポートよりのガンナー、はい、アビリティはレンが近くにいるとヒーロースキルパワーが自動で溜まる。そう、これマルコスっぽいですね、まあ、初のマルコス以来のヒーロー同士でゲージが溜まるっていう、はいはいはい、じゃあパーティー組むんだったら、まあ、リンレンは揃えたいよねっていう感じですかね。はい、あとちょっとカスタム、はい、見ていい、押してほしいんですけど、見ていいのこれ、カスタムコスチュームなんですけど、はい、オリジナルが一応 V2 ということで、まあ、ね、じゃあ2個目、2個目がこちらアペンドリンちゃん、はいはいはい、かわいい衣装になってます、うん、へそ出しはセクシーですね。いいね、はい、私この一番右気になるんですこれね、見ていい、一番右はこうコンパスのオリジナルヒーローとのコラボ衣装じゃないですけど、なるほどね、なってて見ましょう。ちょっと見てもらって、ソービキのほうりんちゃんです。のほりん、あ、めっちゃ可愛い。可愛い、メガネだ。でもなんか明るいからさ、のほたんとのギャップすごいね。はい、というわけでこちられんくん、れんきゅんです。れんきゅん、はい、すいません、鏡音れんきゅんです。れんきゅんですね。かわいいね、かわいいね。あ、タンクなんだ。そう、へー、気づいちゃった、気づいちゃった。え、なんか意外、コラボ初の、うん、タンクヒーロー、ほー、タンク自体もかなり久々の登場なんですけど、うん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 、攻撃 0.95、 防御体力が 1.3。 そう、はいはいはい、はい、まあ、ちょっと攻撃はやっぱタンクなので低め、うん、まあ、ちょっとグスタフみたいにはいかないと。そうだね。ただまあヒーロースキルちょっと見てほしくて、はいはいはい、周囲敵を吹き飛ばすエリア展開、移動速度アップ。そう、敵を、ね、吹き飛ばすエリア、今まであまりタンクになかったこう打開力、うんうん、が強めのタンクになってます。はい、アビリティはリンちゃんと一緒なんですね。まあまあこれはね。V2。そしてアペンド。ちょっとねセクシーな。へそ出し。じゃあ一番右ちょっと。ちょっと映ってるんだけど。待って、映ってるや。これやばい、これ待って。え？もう三倍だ。さあジャスティスレン。ジャスティスレン。タンクということでね。いや、タンクということで。こんな太かったっけっていう。すごいね、ジャスティスが細くなったらこうなりますみたいな、うん、スリムになったね、まあ、タンクじゃなくてよかったんでは。え、あれ、まあまあ、ちょっとリンちゃん、あれだって、あれ、あとはお試しで遊び方をちょっと見ていって、はい、いきましょうか。はい、じゃあ早速、はい、トレーニングステージで、うんうん、ガンナーなのでやっぱり射程は長いですね。ガンナー全体でいうと平均的ぐらいの長さ、まあ威力は 1.15 なので、はいはいはい、高くはないですね、うんうんうん。でも一発目はそんなに遅くないぐらいですかね、うんうんうん、そうですね、音符がピュッピュッピュッて飛んでってる。そう、ただあの長押し見てもらうと分かるんですけど、はいはい、味方攻撃防御アップっていう、はい、書いてありましたね、これ、これ新しいヒーローアクションで、うんうんうん、このちょっともう一度押してもらって、前方にいる味方の攻撃力と防御力をアップさせるっていう、今ちょっと敵だから敵しかいないんです、ね、効果は出てないんですけど、はい、あ、じゃあこの三角の範囲で効果が得られる。そうなんで、例えば B ポータルで広げつつ、うんうん、C ポータルの味方をサポートとかサポートしたりとか。へえ、これちょっと実戦で使ってみたいですね。そうですね、うん、どのぐらい結構変わります、効果があるのか。あ、なるほどね、結構戦うよりもこっちしてた方がいい時もあるぐらいには、はいはいはい、殴る射程よりも長い、遠いんですねこれ。そうですね、かなり広い、遠くまでサポート、なのでちょっと状況を見極めてどっち使った方がいいかとかあると思うんで、はい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 、へえ。さあカードの発動もちょっと見ていきましょう。金
うんうんうん、こんな感じで、まあそんなに早くはない。じゃあ週も行きましょうか。ちょっと待って、週倒しちゃうかな。周囲、まあ全然使えなくはないぐらい、うんうんうん、そんなに遅くないなっていう印象。はい、遠距離行くかな。さあ、りんちゃん実は遠距離がちょっと早めですね、うん、はいはいはい。ただまあどえらい早いっていうわけじゃなくて、うん、結構組み合わせで使うと IT 起きられないよぐらいの速さになってます。じゃあ最後にレン音符、これすごいな。すごいな、もう強い。あとあの名前のところを下にフリックすると、はい、あ、そうだ。かわいい、かわいいわ。ウインクしてくれるんだよ。これとてもかわいいです、ノアさん。これヒーロースキルはでも今使っても、今使っても意味はないけど、ちょっとちょっと見てもらって、これが見たかった。とはいはいはい、ミクの時と同じような、まあ、そうですね、ちょっとこう独占ライブみたいな。で範囲はこんな感じなんですね。はい、でヒーローアクションと違って、うんうんうん、自分の攻撃力と防御力も上がるので、うんうんうん、はい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 、そっかそっか、これは自分のは上がらないのか。上がらない。そっかそっか、ヒーロースキルは自分も強くなります。はい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 。じゃあ本当にサポート寄りなんですね。そうですね、りんちゃんは。なので味方との相性次第っていうところも結構大きかったり、うん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 、なるほど。味方にレンがいるとかなり輝けるんじゃないかなと思います、うんうんうん、ヒーロースキルの溜まる速度とかも気になりますね。まあまあまあ、ガンダムなのでそんなに速くはないですけど、1試合に1回は使えるぐらいになってます、うんうんうん、はい。じゃあ次はレン君を見ていきましょうか、はい、行きましょう。今度レンキュンです。レンキュンですね。周りをね、こう、はいはい、イコライザ風な、あ、ね、こう自分の周りをウィンウィンしてますが、めっちゃかっこいいでしょこれ、ね、かわいい、かっこいいね。さあ、ただどうですかね、タンクなのに結構射程が長い、うんうんね、広いよね。ちょっと叩いてもらって、はいはいはい、まあタンクなのでやっぱりこう通常攻撃メインのヒーローではない、うん、そうですね、ですけど射程がすごく長いです、うん、広い、かなり広いですね。はいはいはい、まあ長押し出てますけど、うんうんうん、回復味方速度アップっていう、長押しは自分を回復しつつ、うん、へー、ほんとだ、全味方を、うんうん、え、全味方移動速度を上げるっていう、え、近くの味方じゃなくて、じゃなくて、え、ステージにいる全部の味方の移動速度が上がります。強くない？ただ、まあ、まあどれぐらい上がるかっていうのはちょっとこの後実際で試してみて、回復は自分だけ、うん、あ、じゃあもう A ポータル入ってこれ押しとくっていうのもありなのかな。ね、まあ、タンクって最初奥飛んでみたいなセオリーあったりするんですけど、うん、はいはい、もしかしたら最初手前取って味方サポートしつつっていう動きも出てくるかもしれないですね、うんうんうん、カードも使ってみてもらいましょうか、はい、まず金から使ってみましょう、はい、おいおーっと、うん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 、こうね、こんな感じです。ギターでね、そんなに速くはないですね、うん、じゃあシュウも、シュウ、さあ、レン君は実は周囲が結構早めですね。タンクとシュウだと結構相性が良さそうな、いいですね、イメージがありますね。ただまあ、あの攻撃ステータスはあんまり高くないので、うんうんうん、こう純粋に周囲カードでダメージ与えるっていうよりは、うんうんうん、こうデバフだったりとか相手を妨害する周囲がすごく合う感じになってます。はい、じゃあ遠距離、遠距離カード、あ、結構時間かかります、ね、うん、そうですね、あんま遠距離は積みたくないかなっていう感じが。じゃあ最後レン行きましょうか、はい、あ、倒した。じゃあ別のレン君だけにレンカードを、レン君だけにレンカードは効くのか、今笑うところ、はい、おー、この波みたいなね、うん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 、エフェクトになってます。はいはいはい、ヒーロースキルもこれ使ってみていいですかね。周囲の敵を吹き飛ばすエリアで移動速度アップですよね。はい、じゃあやってみましょうか。お願いします。はい、あ、ここはね定番のやっぱり演出なんで、うん、そしてエリア展開効果が、お、え、すごい飛ぶ、え、嘘嘘嘘嘘、ちょっと時間切れになるかな、あ、おー、間に合った、え、これ結構結構ね飛びましたよ。なので例えば、はい、Cポータルら辺でこう混戦になってる時とかに使えば、うん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 、え、
強い結構強いです。はいはいはい。今までタンクにあんまりなかったこう打開力みたいなのが、うんうん、レン君はあります。結構ほら最後の方にこうヒーロースキルを使って自陣を守るみたいな動きが、うん、っていうのもすごいしやすい。多かったですけど、プラス相手を弾き飛ばせるっていうのはそうもうCポータルのためにあるような、結構あのダメージも出るのでうんうんうん、うん、そのまんま近づいちゃうと結構倒されちゃうっていう、ね、ただあの決してこれが最強ってわけじゃなくて、まあまあまあ、ガード張ってると飛ばないんですよ。あ、使うタイミングが大事になってきます。他のキャラにカノーネで割ってもらっちゃえばね、もうそうですね、どこにでも飛んでいっちゃいますもんね。あとやっぱダメージそこそこ通るのでうんうんうん、うん、あとね名前をピッてすると、あ待って、そうだそうだ、かわいい、かわいいね、年金ありがとう、これはかわいいね。もう試合中にできないからこういう時じゃないとそういえばコラボカードももちろんございます。見ていいんですか。ございます。お願いします。今画面に出ております、こちら4枚、はい、リンレンコラボカードとして実装されております。はい、うんうん、1枚目 SR、はい、ハッピーシンガー鏡音凛、自分の防御力を6秒間大アップ、はい、ステータスは攻撃よりです、うんうんうん、こんな感じ、かわいいでしょ。いい、イラストレータータマさん、はいはい、あのマルコスのイラスト描いていらっしゃるイラストレーターさんです。同じくタマさんによる、タマさんによる、こちら Thank you. パワフルプレイヤー鏡音凛、あ、レン、レンキュン、レンキュン、鏡音凛、周囲の敵を遠くに弾き、はい、飛ばすと、はい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 、ステータスもいい感じのバランス寄りですね、うんうんうん、はい、はい、ラストこんな感じ、素敵、いい、タマさんの連携もいい、かっこいい。そして、はい、熱狂する総演鏡音凛&鏡音凛、うん、周囲攻撃、はいはい、プラスダメージの 80% ライフ吸収、はい、なんで既存カードで言うとバルバラの UR 版といった感じですね、うんうん、はいはいはい。こちらイラストレーターボグラ様になっております。はい、めっちゃ可愛いでしょ。うん、可愛い。まあ赤い周囲なんでマトイちゃんとかマトイちゃんとかで使うとすごいいいかもしれない、うんうん、なるほどな、マトイちゃんとかマトイちゃんとかね、推しです。赤カードですからね。そして最後、夢超える共演、はい、初音ミク&鏡音凛レンと、こちら全く新しい効果になってます。はいはいはい、前方にあるポータルキー周囲に持続回復エリアを展開、へえ、回復フィールド、新しい回復カードです。へえ、まあ、これもちょっとね本番で使ってみましょう。おおおお、うまく使えるか、うん、結構ねトリッキーじゃないですか。ドアと同じ感じの使用感になるんではい、結構難しいかもしれないけど、じゃあ前方にあるって言ってもドアみたいに結構遠くのを狙って飛ばせる、指定したポータルに回復エリアを作らせます、うんうん、はい、イラストレーターが、はい、深川まといちゃんのイラストレーター、はい、鈴之助様、あ、じゃあもうこれもまといちゃんに積むしかないと、しかな、あ、どうかなそれはどうかな、それはどうかな、まあね、ちょっと使っ新カードを使って対戦しましょうか、うん、あ、ぜひぜひぜひ行きましょう、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速、はい、バトル始めていきたいと思います。開発端末を使っております、はい、ありがとうございます。まあそりゃね、さあ曲曲、そう、曲気になってたの、りんちゃんの曲は、ノリピー様による右肩の蝶ヒート鏡音凛になってます。めっちゃ好き、結構ニコニコ昔から見てる人だったら絶対知ってるやばと思うんだけど、ああ待って、これ、ああ待って待って、え、準備はよろしい、暑い、りんちゃんといえばということで、いや、え、じゃあもうれんくんはもしかして、まあまあまあちょっと期待してもらって、蝶が肩に止まっちゃうじゃあ次 B ポータルいきます。ちょっと A で広げながら加速してみます。どうですかね、あ、そうだ、走ってみる、足速くなってるの感じるかな、あ、ちょっと速い感じする、 今やめたで、今してる、うん、ちょっと変わるね、うん、ちょっと変わってる感じがしますねっていう感じで、試しなので相手みんな AI ですね、はい、あ、ここでサポートできてる、そう、それでミクが速くなったり、全然削れないね、うん、これはちょっとこのコラボカードを前方に飛ばしてみます、え、結
構広い。さあ、シーポタル回復出ましたね。ミクちゃんがいい感じに体力回復していってます。そうですね。だいたいここにずっと乗ってると、はいはいはい、花火と同じくらい回復。え、嘘、私も乗る、私も乗る、私も乗る。ただまあ15秒なので、あ、そっか。その間乗れるかどうかみたいなところはあります。おお。さあ、3人が気づけばヒーロースキル溜まってると思うんですけど、はい、リンとレンが近くにいると、そうだ。スキルが溜まるので、溜まりやすいんだ。もう使えるかな。打ってみますか。じゃあ打ちます。リンちゃんの効果は周囲の味方の攻撃防御アップですかね、はい、はいはいはい、通常攻撃と同じぐらいの範囲が効果範囲になって、はいはいはい、危ない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 、ちょっと待って、攻撃しても全然削れるぐらい。あ、失敗しちゃった、ダメだ、難しいな、やっぱドア、あ、キュン結構あれ自分にも効果があるので、ヒーロースキル使って自分で攻撃しに行くっていうこともできます、うんうんうん、あ、もしかして今あれ足が速い、速くない、今速い、今速い、移動速度アップって出てると思うんですけど、出てる出てるっていう感じですね。はい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 、結構あのポータル回復難しいでしょ。むずいあの慌てちゃうね、ちょっと回復置きますね。はい、そうするとこうレン君がみるみる回復していくのが分かりますかね、はい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 、これジャンヌ何巻目じゃないと。そう、ただこう一気に攻撃食らうとさすがに回復量間に合わなくて、はいはいはい、倒されちゃうんで。へえ。かける相手にもよるというか、あ、最後にじゃあタンクとかにはかなり恩恵が大きいですね、うん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 、すごい、全然倒せなくなりそうですね。これすごいなぁ。え、すごい、この、え、面白い。結構あの、うん、まあ、回復カードかなり癖はあるんですけど、はい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 、うまくこう効率よく入ればかなり強いし、ミスれば使い物にならなくなっちゃうっていう、やばいですね、やばい、トリッキーな感じになっています。りんちゃんどうでした、使ってみて。なんかサポートに回るのがまた楽しいですね、うん、こう今までのこう、ガンガン切り取っていくぞっていうガンナーと違って、そう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 、こう完全にこうサポートに回る動きができるっていうか。へえ。レン君も使ってみますか。はい、使いたいです。さあ、リンが右肩の蝶、カッコリンバージョンです。カッコリンバージョンということはレンはレンバージョンです。あー、ですよね、そうですよね、めっちゃかっこいい。いや、いいですね、この曲めっちゃ好き。A でレン君意外と足が速いです、うん、ね、タンクなのに、タンクにしては速い。じゃあここで長押ししてみんな走れと。はい、お願いします。走ってください。やってます。結構体感変わる感じはするな。変わってます？うん、結構サクサク動けるようになるな、うんうんうん、あれ、ミクさん大丈夫かな。あれ、僕がサポートに行きますっていうようなね。はい、ボタン取って回復と。オッケーオッケー、ミクさんが、あ、じゃあそこ、ここを飛ばして、周囲結構早いんでね。うんうん、ちょっと待って、今防御と攻撃上げてます。あ、この先に飛んじゃったのか結構ね、難しいんだよ回復は。防御上がってる感じします。結構するよね、1ダメージとか、うん、1ダメージしか食らってないんで。あ、でこれグスタフと一緒だから長押しで、そう、自分も回復したり で、あ、吸収間に合わなかった。さあ、囲まれると、うんうん、いくらこうリンのヒーローアクションでもきつい、さすがに厳しいと、そんな感じです。さあ、そんなこんなしてるうちにヒーロースキルが溜まってますね。余った、リンと近くにいると早い早い、溜まるのが早いんで、イエーイイエーイ。じゃあ行きます。はい、レンの周囲吹き飛ばし、エリア展開ですね。ダメージも結構出ます。はい、クラエタナオミ。さあ、おお、すごいすごい、あ、すごい、結構、え、すごいすごい飛んでったね。すごいね。まあ、時間そんな長くはないんだけど、結構ポータルを取り返すような時間は。危ない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 って、吸収して。さあ、倒しちゃった。倒しちゃったね。じゃあちょっとここ回復に。はい。今違う回復もかけちゃったけど、結構がっつり回復はいくと、うんうんうん。そうですね。かなり。シューカード使いやすいですね。そう、結構早いんで、うん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 、飛んでけ飛んでけ。でも1試合に
よければ2回ぐらい連は使えるのかな。そうですね、使えそう。今あの敵がポータル踏んでるからたまんないけど、うん、こうして銀が近づいてくれば、うんうんうん、2発目がたまるぐらいにはなりますね。はい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 、はい、じゃあ最後重ねますか。重ねたい、重ねたいけど遠い遠い、ちょっとかさ、これ私やられるよこれ。さあっていうね、うん、こうリンレンっていうコラボライブステージがもう楽しめるという。へえすごい、ミクレンリンっていう、いやいいねこれ、このね、いいね、憧れた夢にまで見た一チームで、結構打開力あるタンクじゃないですか。うんうんうん、本当に対人戦になったらかなり、うん、まあ、し奪い返すのも強いし、うん、守るのも強い、強そう、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、はい、NHN さんにお邪魔して、はい、新ヒーロー、コラボヒーローの鏡峰凛、鏡峰レンを遊ばせていただきました。どうでした、凛ちゃん、レン君。いや、面白い。もう、なんだろう、やっぱ凛ちゃんはガンナーなのにサポートっていう新しいタイプで、確 か, 確かミクの時もスプリンターだけど結構サポートっていうか HP 回復とか ね, ねあったので、ちょっと新しいタイプのヒーロー、うん、既存ヒーローとは違った遊び方ができるし、うん、なんだったらこうリン、レン、ミクっていう3個体もすごい楽しそうですよ ね, すね。まあこう狙ったかのように全員ロールが違 う, そういつから実装になるんでしょうか。なんと、はい、4月30日、すぐですすぐですね。もう見てる人によってはもう過ぎてるかもしれない。動画公開が4月29なんで、はい、明日、明日、はい、ミクの復刻もあるので、まだ始めたばっかりで、うん、持ってなかったよって人とかも、うんうん、ミク持ってない、ゲットできてない人もこの機会にぜひ始めてもらえればと思います。はい、はい、というわけで今後も、まあ、こういった動画をね、はい、ファミ通アップのサーヤとNHN のムハハンで、はい、お送りしていきたいと思いますので、はい、皆さん今後ともよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。あの機会にコンパス、コンパス、久々久々だね